皆さん、こんにちは。こんにちは。前回は、山中湖のパノラマ台の夕日だったんですけど、今日は、同じ山中湖の朝日ですね。この時期、夏は、赤富士といって、まあ、富士山の山頂のこう、茶色の土がですね、朝日に照らされて真っ赤になる現象のことを、まあ、赤富士というんですけども、今年の冬に、小平さんと一緒に紅富士を撮ったのは、あの白い雪のところに、こう、朝日のというか朝のこう、何ですかね、こう、ピンク色に染まる現象が紅富士でした。空のピンクが、白い、はい、あの、キャンパスに当たるってことですよね。そうですね。いいですよね。東の空がね。で今日は、夏の赤富士です。流れるのかな。誰が考えついたんだろうね、この富士山はね。はい。で、まあ、音は消してるんですけども、これも2年前の7月1日か2日ぐらいだったと思うんですけども、小平さんと一緒に行った 山中湖ですね。はい。で、ちょうど今東の空を映していまして、まあ、東の空に向かってドローンが回って、ゆっくりゆっくりホバリングしてるって感じですね。はい。日の出前。日の出は過ぎてたかな。こうピカーって光るちょっと前の時刻を、まあドローンで撮影してますね。で、このまま右にターン、右に旋回していくと、まあこの雲の、右の方に富士山が現れるんですけども、そこはここに入ってたかな。渡辺君、やっぱその山中湖っていう湖の、はい、その、はい、まあ、山中湖らしい特徴っていうのは何かあるんですか？ああ、まず富士五湖の中で一番大きな湖だということと、あと富士山に一番近い湖ですね。ですよね。あなので、こう全体を湖全体をこうドローンで撮るのは結構至難の技というか、だいぶ離れたところからじゃないと、こう。なるほど。全部は入らないんですけども。しかし、このグラデーション綺麗だね。グリーンがあって、ブルーがあってね、赤があってね。これ、地上の僕らはそうでもなかったんですね、この赤富士が。ええー。この、だいたい70メートルぐらいかな。80メートルぐらいのところにこの霧があって、霧の上をこう飛び越えるとすごくこう赤くなった。すごいよね。これはもうドローンしか見れないね。こう展望台作るしかないもんね。まあそうですかね。この柔らかいこの動きと、これがね。まあ、これも7月1日過ぎてるので、当然その富士山の今山頂には、うん、多分1000人以上の人が登山してるはずなんですよね。うんうんちょうどご来光山頂で見てるんじゃないですかね。そうだよね。で僕も過去に3回か4回富士山山頂まで登ったことあるんですけど、登山道のその一番上の、まあ、山頂のあたりから、一番こう見やすい湖が山中湖で、よく霧がかかってるイメージがあります。うんうんで、次に小平さんの同じ時の写真なんですけど、はい、これなんかね、ちょっと劇的な感じですよね。この白鳥がね、はい。なんか知らないうちにひょろひょろと来るんですよね、白鳥がね。あら波紋が。ね、なんかこうバタバタ、バチャバタっとした感じで、なんか波紋がね、出ちゃって、不思議ですよね。なんかこう、足かなんかでパタンとやったのが波紋になっちゃったんでしょうね。その瞬間を捉えるなんてさすが。いや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 。小平直則の世界。いやいや。もう一応、お月さんもね。ね、お月さんも。ああ、はい。まあ夏の色ですよね。ねえ。だからやっぱり日の出の前ですかね。ええー。僕がちょうど多分東に向かって飛ばしてる時に撮られた、ね。はい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 。ああ、これもいいですね。この色もいいですよね。これはどっか途中の、ところから撮らせてもらったやつですね。どっか
ちょっと車で奥に入ったところで、一番朝早い時。これはあれかな、朝霧高原の方かもしれない。ちょっと歩いて行ったんですよ、ここまで。ちょっと、うん、ちょっとだけ。うん、これ山中湖ですね。ああ。あ、これもいいですね。手前にほら、あの、なんか、ロッジというかね、これがあって。うん、いやー、これもね、なんか、不思議だね。本当に赤くなるんですよね。あの、ね、この直前までは本当に今日は赤くなるかなって思っちゃうんですけど。あ、これもいいですね。だからやっぱりその、これなんか結構長い球で狙ってるんですけども、やっぱりこう、はい、ちゃんとこう、裾野までこう、グラデーションができてね。なんていうか、自然のこの、なんていうかな、息遣いっていうかね、すごいですよね。だから、いろんなカメラマンが富士山撮ってるけど、みんな飽きないですよ、ね。まあ、同じ富士山って二度と出てこないですからね。そう、それで、もう、被写体とするとですね、今まで、もう、何億人っていう人が写真撮ってるじゃん。そうかもしれないですね。うん。で、これは、あの、着陸する間際なんですけど、ドローンで撮った。一生懸命働いてるところですね。もう慌ただしく3台のカメラ持って。あ、本当だ。すげえ、パチパチ。ちょっと広角と長玉と、もう一台、あの、大きいレンズっていうか、大きいカメラですね。うん。やって、まあ、欲張りますね。だからカメラマンって欲深いんですよ。もう、これでもか、あれでもか撮っときたいっていうかね。なんか、見れがましいんですけど。これは200ミリぐらい。これはね、ズームで100、400です。あ、400、すごい。うん。でも100、400で 1.5 倍だから、600になってる。うん。うん、150か。150、600になるのかな。うん。うん。そうすると、こういう感じが撮れるってことですか？そうそうそう。なるほど。いやなんかね、こう、ちょっと富士山にもお願いしたいぐらいですよね。これがまた、こういう落ち着きのあるね、こう優雅なものをね、みんなで見に来たらいいですよね。そうですね。これ山中湖の特徴は、この、エラっていうと変ですけど、左右に、あの、別の山っていうか、うん、この山頂が、これ、左右にこう出っ張ってるとこわかりますか？はい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 。この左に出っ張ってるこのコブみたいなのが、宝永山って言って、爆発したやつですね。静岡県側から見ると、こう、宝永火口と宝永山っていうのが見れると思うんですけど、それが、今から400年ちょっと前の江戸時代に噴火した跡がここですね。だから500年前まではこの左の出っ張りはなかったってことですね。なるほど。で、この右の出っ張りが、はい、小御岳と言ってですね、あの、富士山のことを御岳って、呼ぶことがあるんですけど、はい、この、こっちの右の出っ張りが、まあ、小さい御岳と書いて小御岳って言って、昔はこのサイズの山だったらしいですね。この、あ、そうなの？富士山っていうのはこのサイズの山で、その後の、まあ、今から何千年とか前に、まあ、何万年とか前に、どんどんこう、噴火が重なって、この小御岳を飲み込むように、こう、現在の富士山がこう、覆いかぶさったっていうことみたいですね。で、この小御岳、右の小御岳と左の宝永火口、宝永山を、両方こう、シンメトリーで見れるのが、この山中湖の、なるほど。特徴ですかね。いやー、いいこと知った。なるほどね。だから、静岡側で見た人は、なんか、静岡がいいって言うし、山梨側から見た人は、山梨、こっちがいいとかって、ね、非常にこう、俺のもんだみたいな感じですよね。これが両方見れるのが、山中湖からの。なるほどね。そうですね。なるほどね。いや、本当に、いや、昔ね、その松下幸之助が、いや、富士山をね、お金作ろうと思ったらいくらかかるんだろうと。それをもっと財産だからみんなでちゃんとしなきゃなんて言ってたことが、よく思い出されますね、で。今年はコロナの影響で、今のところ登山道が閉鎖される予定なので、
もうこれをこう登ることは今年はできないんですけども、うん、またちょっと、まあ、来年以降、この7月1日の富士山っていうのも、いいかもしれないですね。そうですね。山開きの日の富士山。火祭りはいつなんですか？今年やらないんですよね。やらないんですけど、毎年8月26日と決まってるみたいな。決まってまして。まあ、なんで8月26日かわかんないです。だいたいそれぐらいになると、もう富士山の山頂がもう寒くて、いられないぐらい寒いんですよ、実は。なるほどね。下の眼下はもう30度なんですけど、もう夜中はもう氷点下になることもあって、登ってるときは汗かいたら暑いんですけど、山小屋に泊まってるときはもう真冬の格好しないともう大変なことになっちゃうんですね。で、やっぱり、無理して9月の上旬まで登山を楽しむ方もいらっしゃるんですけども、まあ大体8月の下旬ぐらいが、まあ、この吉田の町としての火祭りというか、その閉山祭。なるほどね。ありがとうっていうね。ずっと元気でいてほしいね、はい。無事にこう山が開いたって、8月26日に閉山するっていう、その、すごく神聖なお祭りが毎年あるんですけど、うん、まあ今年もその、この間聞いた話だと、神事自体はその関係者だけでこう、小さくやるって聞いたんですが、その、こう、沿道に、こう、100本ぐらいの松明が並ぶ儀式は、まあ、どうやら中止みたいですね。はい、ああ。まあね。まあ、しょうがないですね。まあ、みんなで、はい、応援しましょう。はい。じゃあ、今日もこれぐらいで、また、はい、はい、次回。いや、赤富士、いいです。はい、勝下北斎がね、勝下北斎が。そうですね。外風改正っていう。あれは、ね、あれは北斎か。ちょっと待ってくださいね。これです、ね。あ、出た出た。あ、出た出た。いやー、いいですね。ということは、これ、何年ぐらい、江戸時代だよね、これね。ね。これがですね、まあ、江戸時代なんですけど、まあ、葛飾北斎が描いた、まあ、赤富士として有名な感じですね。うん、ちょっと雪がこの辺残ってたんだね、ちょっとね。これ、そうですね。推理できるのが楽しいよね。この雲が夏なのかな、うん、ちょっとどうなんですかね。実はこれ、まあ、話せば長くなってしまうんですけど、この画角をどこから絵を描いたものかってこう調べたことがあって、はいはい。で、こう適当にこう、なんていうんですかね、この触ってるんですか、この、この斜めの線を描いてるので、はいはい、うん、ある角度のあるこう、まあ、比率を変えると、もうぴったり今の富士山の、その、大沢とかに重なる場所があるそうなんです。うん、そう。で、どうやら、駿河湾の海の上から描かれてるみたいです。うん、本当に？はい。これ、まあ残念ながらというか、山梨県じゃなかったってことなんですけど。だから、これは、この雲は西側の雲で、ちょうど今でいう朝霧高原あたりで、富士吉田はこの左側の、うん、この辺の向こう側が左側ですね。もしかしたらこっち側に見切れてるのかもしれないです、ね、あるかもしれないね、うん、あ、いやいや素晴らしい。なんか話し出すとこれ切りがないですよ、調べたらね。面白いですね、はいはい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、また失礼します、はい、お願いします。はい。